タミヤ10分の1電動バギー組み立てキット、アスシュート2022年のご紹介です。組み立てキットの内容はこのようになっております。アスシュートっていう名前は昔、復刻版で出てもいますけれども、上位クラスのバギーの、名前を取ってアスシュート、スーパーアスシュートっていう、質の高いバギーを、タミヤは作ってました。それの名前を受け継いだアスシュート2022年、今のタミヤが作ると最新型の上級のバギーはこのようになってます。従来のバギーと違って、まずフレームが、通常のバギーはバッサブといって、あのプロの桶みたいな感じであるんですけど、これはモノコック状になってます。でそちらからこのギアの駆動ですね、この辺が、ちゃんときっちり精度が出るタイプになってます。で二輪駆動ですけれども、こちらの方で部品がすごく多いもんですから、組み立て順にこういうふうに全部実物のあのサイズの大きさにネジになってますから、それを間違えないように組んでいきます。でこちらはモーターが別売りなもんですから、これは別に用意します。おすすめとしては、二輪駆動なもんですから、こういう、タミヤでいうダートチューンモーター、バギーの方の27回巻きで非常に使いやすいものになってますので、この上の BZ モーターっていうのもありますけれども、最初でしたらこちらの方でまず、やってみるのをお勧めします。でこちらで、モーターが軸に対して横置きになってます。今までは縦置きの、車が多かったんですけれども、二輪駆動で、ピニオンギアも逆さにつけて重心をとにかく真ん中に、カスタムには低重心化と軽量化ですから、その真ん中に寄せるためにこういう風な動きになってます。で、あの足回り、サスペンションの上の腕ですね、アッパーアーム上の腕を、これはあの片方が逆ネジでなってますので、この真ん中のこのところをねじって緩めたりとかすると伸びたり縮んだりしますので、ハの字の付け方があの自分で調整できるようになってます。でこちらは特殊設計は、最近はあのギアデフがすごく多いんですけれども、入門のギアデフと違い、ボールデフはあのこのように組み立てが必要ですけれども、リミテッドスリップ効果がありまして、タイヤが遠心力で片方が浮いても前にかじる力がありますので、こちらの方はあの、レース用のタイプになってます。組み立てはこの通りに組み立てていただくようになりますけれども、最後の最後に、こちらとこちらを、マイナスドライバーか、とにかくこっちとこっちを押さえておいて、真ん中を滑ってはダメですから、それがあの滑らないように調整します。でこちらの方ですと、この組み立てた後で軽く締めていって、相手側のナットがありますんで、これから、3分の1くらい戻すと割とやりやすいと思います。タミヤのホームページでも詳しくその辺の、さらに細かい調整も出てますんで、参考にしてみるといいと思います。でこちらでそれを組み立てますね。こういうタイプでプラスチックも少し固めになっていまして、ネジもきつかったら少しこういうところの先端にグリスを塗って締めると少し締めやすい方です。このタイプですね。でこれがドッグボーンシャフトで、こちらの調整ができるアッパーアーム上の腕をつけます。でベアリング軸はベアリングは全部フルベアリングになってますので、別に用意しなくてもそのまま高性能が維持できます。オイルダンパーは CVA のオイルダンパーがついてますので、こちらの方に組み立てていきます。こちらですね、その組み立てです。でフレームとこちら側のステアリングワイパーがかなり凝った作りになっていまして、このタイプはサスペンションで動いたり沈んだりとかすると、変に操縦性が困らないように3分割のステアリングになってます。これはかなりコストがかかっているタイプですね。でこちらもトーイントーアウトがこの状態で組んでこうやると、真ん中をねじったり緩みたりすると伸びたり縮んだりしますから、トーイントーアウトの調整もできます。でこの辺がちょっと変わった形をしてますけれども、バギー車なもんですから、こちらの方の角度をつけて直進性を
アップしてますけれども、そうするとオイルダンパーの兼ね合いで非常にこの辺のサスペンションの、性格付けジオメトリーって言いますけれども、それがタミヤの方でちゃんと二輪駆動で合うように作ってありますので、この絵の通りで大丈夫です。これも前側のオイルダンパーで短いタイプが、あの他のバギーと違ってインボード中に入って寝てるタイプで、非常にこのおかげであのスリムな状態になりますけど、通常の、設計のタイプだとここが向きが渋くなったりするんですが、そこは、昔からこういうモノコックのタイプを作ってるタミヤですんで、この絵の通り作ってやると、角度がそれに合わせてついてますので、非常に滑らかに動くようにサスペンションがなってます。これが前側の方ですね。で、こちらの方で、今までの二輪駆動のバギーと違ってですね、二輪駆動、四輪駆動の、ホイールの受けが、後ろは六角形、二輪駆動は前が丸いタイプで受けるタイプで、二輪駆動は前輪が駆動がないもんですから、こちらの方は初めて前輪にも六角形のハブを使って、使うようになってます。そのためホイールとかタイヤのデザイン、性能を他のものとかでいろいろいじることができます。でこちらは組み立てキットですんで、こちらのプロポ系が別に必要です。基本的にはこういう送信機、受信機ですね。でこれがモーターをコントロール、スピードコントローラーです。で一つだけ特別にあるっていうと、ロープロのサーボ、これが通常のサーボより背が低くないと、これには乗せられませんので、ロープロのサーボを使います。背の低いタイプですね。最近はロープロのサーボもいろんな種類が出てて、リーズナブルな値段からハイエンドまで選べるようになってますんで、寸法の問題でこれじゃないとちょっと乗せられませんのでお気をつけください。あとは必要なものは動かすのに送信、走行用のバッテリー充電器ですね。これはニッカドもニッケル水素も大丈夫です。でボディは透明ボディを自分で色に塗るようになりますので、箱絵通りですとこの赤いポリカーボネートのスプレーを使うようになります。これも別売りになります。であと、タミヤの場合ネジがこれのタイプはすごく多いもんですから、おすすめとしては別売りのラジコンツール8本セットがあるとなお便利です。でそれらをやりますけれども、つないでロープロのサーボで、こちらはサスペンションの感覚で普通はまっすぐにするんですが、これ少し斜めになった状態でこの形に角度にします。でそれを乗せていきますね。このところもちゃんと調整ができるようになってます。これはスピードコントローラーのと受信機の調整で搭載ですね。で非常に凝ったバギーなもんですから、人形もこういうタイプ、こういうタイプがこの辺が競技用に、の方分類なんですけれども、ちゃんとこういうところも実感あふれるように作ってあります。これがホイールですね。でさっき言ったようにこれが前輪も後輪も六角形になってますので、非常に、使えるタイヤの幅がすごく広がって、これは二輪駆動ではタミヤの車では初めての試みですね。でこちらがバギーで、で後ろがワイド、前がナローのタイプで、特に二輪駆動でこのところはオイルダンパーを前の方に持ってきてすごいスムーズにしてますけど、そこからつながるようにワイドなデザインはつなぐデザインっていう、名前で特別なデザイナーの方がデザインしてます。コックピットみたいな感じのキャノピーで人形が入ることですので、この辺も手を抜かずにぜひ作ってみたいところですね。サイズが小さいもんですから、スプレー的には1本で十分です。でさらに走りを求める方にはオイルダンパーをすごく上のタイプも出てます。こちらのタイプもさらに金属製のものも使うこともできます。であとはこちらの方にギア比が入ってますんで、これが指数表で、分かりづらい時はまずここの何対1っていうのが、これが11対38ってことは、モーターが11回転するとタイヤが1回転で、こっちが7対1ってことは7回転すると1回転、これが最高速度で、どんどん行くとこっちが加速になります。ちょっと分かりづらい場合は16、17枚の加速のギアでまず練習してみた方がよろしいと思います。
これはその調整の仕方ですね。この辺は実際走らせて調整するようになります。これが部品表ですね。二輪駆動は四輪駆動に比べて部品が通常はすごい少ないんですけど、かなり凝った質の高いバギーなもんですから、部品をなくさないように、慌てて作るのはだけはやめて、ゆっくり時間をかけた方のがいいものができますので、挑戦してみてください。こういうタイプになります。モーターがミッドシップで横置きで、バッテリーを後ろの方に持ってきて、とにかく後輪駆動で、この二輪駆動の後ろが駆動で走るようになりますが、ここに力がかかるように設計になっていってます。でさっき言ったように、ここのところはノーズがすごい細くなって、コンパクトにまとまって、動きとかは入門用と違って、1クラス上の動きをする TD2 のシャーシ、これからTD2 のシャーシが二輪駆動は一番上の方で、活躍していくと思われます。かなり力のかかったサスペンションとかをしてますので、四輪駆動は四輪駆動で面白さがありますけど、ことラジコンの操縦としては二輪駆動はすごく面白くて、ジャンプなんかも、かなり軽快に飛ぶようになります。で車の中身はポリカーボネートはこういうタイプでつなぐデザインで、前がすごく細くて、これは4駆ではちょっと考えられないくらいですけど、そこからワイドになっていくタイプですね、かなり凝った作りになってます。でそれに合わせてステッカーは、これがマスキングテープで、この線の通り切って裏側から貼って塗装をします。でこれは上から貼るタイプになりますね。タイヤは後ろは、スパイクタイヤで駆動で、力がかかって、前は二輪駆動は方向を決めるものですから、このリブタイヤになります。このタイプですね。でホイールはこういうふうに、スポーク系で、今まで、二輪駆動では珍しかったこの六角形のハブですね。四輪駆動のバギーの、タイプにも使ってたタイプなもんですから、こういうものが新しいタイプですね。でフレームはさっき言ったように、これが、これからかなり凝ったフレームで、こちらの方に組み付けていって、全体的に強打する、モノコックって言われますけれども、そのシャーシになります。かなり剛性も強くって、さらにこれに追加で補強が入りますので、軽量で強いシャーシになります。こちらがバンパー系ですね。どうしても前輪が最初にジャンプした後につくと、タイヤでクリアしないと、大きいバンパーはちょっとバギーの場合はつけられませんから、こういうコンパクトなタイプになってます。これがフレームの一部と、あと先ほど言ったハンドルの周りですね、3分割のステアリングのこの辺とか金型がすごく凝った作りになってます。サスペンションはこのタイプで、強度もかなりありますね。こういうフレームのタイプが少しグレーっぽい色なんですけれども、これが色が少し変わって強度が非常に出てます。サスペンションをちゃんと動くために、各社のトップモデルは必ずこの辺はカーボン の粉が少し混じっているような硬いタイプになっていますね。でこれがプラパーツの、ハンドルの周りとか、シャーシの周りのところですね。これはフレームの前側の、モノコックでこう組み付けて作るところですね。でこれがハンドル周りの、ナックルですね。ホイールの軸の受けになります。あとは細かいのはこちらの方に全部入ってますんで、オイルダンパーのパーツ、これが先ほど言った上級者なもんですから、このタイプと塗装がめんどくさい人はこの全部フルフェイスタイプでやるように2つ入ってますね。でこちらの場合はハンドルの場合は通常のものと違って、これはハイドロクサーボセーバーがついてます。
普通はプラスチックのあの受けとかなんですけれども、金属の輪っかを使ってやる、あの通常はオプションでついているのがもう最初から標準装備になっています。こちらがボールデフのパーツですね。 A のプリズメから作ってきますね。この通りで大丈夫です。あとはサスペンションのダンパーの受けですね。でこれが組み立て順でいうと次の B のパーツになります。金属パーツとかになりますね。でこれが次いで C です。これがあのサスペンションのスプリングとオイルとかがついて、オイルダンパーのとこの金属パーツとかになりますね。次いで組み立て順で D ですね。これは、同じくサスペンションの周りと、その周辺のパーツに組み立て順になっています。でこちらはあのボディとかあのそういうので防塵のスポンジテープ、サーボとかつける両面テープになります。これはオイルダンパーの本体ですね。 CVA のプラスチックのダンパーがついています。これも、プラパーツで、CVA のフロント用のミニサーボがついています。でこちらが細かいね、ボディ周りのパーツですね。で 2.4 といえどもあのアンテナが必要な受信機ありますので、そのタイプがあのついてます。インターネットとかでメーカーのホームページを見てもあの普通のバギーと同じように見えますけど、かなり攻めた設計になってますので、走りも入門用の復刻版は復刻版で面白いんですけれども、最新のタミヤとのサスペンションから、駆動効率まで全て考えて作ってますので、もう走りが 1枚も2枚も上手になります。復刻版は楽しい思い出を買うところがありますけれども、ぜひ今の、30年以上経ったタミヤの今のタミヤが渾身の力をつけて、作ってみた自信作です。ぜひ操縦も面白いんで、あの挑戦してみてください。